元町港は東京都大島町元町にある地方港湾。港湾管理者は高速法の適用港である。統計法に基づく港湾調査規則では、おつし港湾に分類されている。伊豆大島の西岸、大島の中心市街地で大島町役場や大島市長が置かれている元町地区に位置しており、大島の玄関口となっている。港湾施設として、 定期船が発着する完璧、船客待合所、小型船船など余りが設けられている。船客待合所は、地上3階建てで、東建築設計事務所の設計により1995年に、竣工した。旅客ターミナル機能のほか、三原山噴火時の避難施設として、火山団に対するシェルター機能も考慮されている。伊豆諸島港湾整備計画においては、保管校である。 岡田港を含む一等に広報式で、火客船の就航率97.5%を目指すとともに高速ジェット船の安定した就航を目指すこと、大規模災害時の当該避難港として単独で、火客船の就航率97.5%を目指すことが盛り込まれている。定期船岸壁は上項と二役の安全性、利便性、効率性向上のため、 福音を26メートルから50メートルに拡幅する事業が2007年度から順次施行された。このほか、二沢基地、駐車場、道路、選客待合所と岸壁を結ぶ日よけ雨よけ施設、防波堤、白地の整備事業が行われている。2015年度の発着数は1314席、利用客数は107,820人である。 東海汽船の大型客船及び高速ジェット船が就航する。海面の状況により保管港である岡田港を利用する場合がある。大型客船高速ジェット船。ありがとうございます。